北海道医療大学駅は、北海道石狩郡東別町あざ金沢にある、北海道旅客鉄道札沼線の駅である。駅番号は、G14。電報略号は入り。2020年5月7日に東駅から新十津川駅の区間が廃止され、殺傷線の終着駅となった。北海道医療大学東別キャンパスへの最寄り駅。キーとか太陽駅である。簡易券売機。 簡易自動改札機設。置。東路線が新戸塚駅まで営業していた時期は、東駅が交流電化区間の終点であり、伊北は非電化のままとなっていた。また、東駅北では駅番号が設定されておらず、列車本数も激減する、キーとかが利用できない、列車は1両2両のワンマン運転となる、など、同じ路線ながら、輸送自体は大きく異なっていた。 車掌乗務区間も基本的に当駅までであり、新戸津川駅方面へ直通する列車は隣の石狩東別駅からワンマン運転となっていた。北海道医療大学の前身、東日本学園大学による請願によって開設された。単式ホームに面2線を持つ地上駅だが、双方のホームを連絡通路で結んでおり、2番線は 東端式ホームの形状を成している。どちらのホームも電化され、6両編成の発着に対応する。非電化区間廃止前は、一番線の線路のみ、新戸津川方面に繋がっており、当駅をまたがる列車の発着に使用されていた。石狩島別駅管理の無人駅。簡易自動券売機、簡易キーとか改札機設置。かつては、駅舎が存在したが撤去された。 周辺には、大学の他には民家及び、田畑が見られる。大学前仮上工場に関するカテゴリー、大学前駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。